野心アドリは、フランスイルド・フランス地域圏バルドマルヌ県、ビトーシュルセーヌ出身のサッカー選手、FC ジロンダン・ボールドを所属。ポジションはミッドフィールダー。2018年5月19日、リーグアンの SM カーン戦に、クリストファー・エンクンクとの交代で、途中出場し、プロデビューを果たした。2018年6月に、全 PSG 監督のウナイ・エメリガ監督に、 就任したアーセナル FC に移籍すると報じられたが、7月2日、PSG と2021年までのプロ契約を結んだ。2019年1月31日、FC ジロンダン・ボルドーと4年半契約を結んだ。2021年8月31日、5年契約で AC ミランに完全移籍。なお、2021から22シーズンは、 引き続き期限付き遺跡の形で、ボルドーに止まる。U-17 フランス代表として UE、UEFAU-17 欧州選手権2017と 2017FIFAU-17 ワールドカップに出場した。U-17 欧州選手権2017では、グループリーグの U-17 フェロー諸島代表戦でゴールを挙げ、グループリーグの3試合で5アシストを記録した。 U-17 ワールドカップ2017では、U-17 ホンジュラス代表戦でゴールを挙げ、欧州選手権同様に、グループリーグの3試合で5アシストを記録した。決勝トーナメントで、U、U-17 スペイン代表に敗れた。U-19 フランス代表として UE、UEFAU-19 欧州選手権2018に出場した。ありがとうございます。